って言ってるだけある。シワの間にまでしっかり年齢を感じる肌になった時に。皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの三笘愛です。今日はデパコスリキッドファンデーションの徹底比較をしたいと思います。今回新入りが3点ほどありまして、それどういう風に私がその3点を買い足したかっていうと、素肌っぽくツヤっぽくなる年齢を感じさせないファンデーションっていうのをずっと追求してるんですけれども、その中でもすごく人気そうだったものを今回3点プラスしまして、プラス今まで持ってたものの中にもすごいツヤ肌になるものがたくさんあるので、今回はこの7点を徹底比較して、さあどれが一番素肌っぽく一番年齢を感じさせない肌になるかっていうのを紹介していきたいと思います。ではまず1個目ですね。ちょっと半顔比較で左側をつけてやっていきたいと思います。でまずこちらですね、スックのザ・クリームファンデーション110番ですね。まずはですね、手に取りまして、同じつけ方をしていきたいなと思ってますので点置きします。でつける量もだいたい同じ感じにしていきたいなと思ってます。でその後に濡れたスポンジで伸ばしていきます。これいいですね、すごいカバーできてる気がする。プラスツヤがある。で今日は一律下地は同じものを使っていますので、どう？すごいいいんじゃない？ちょっと待って、ほらいいね、カバー力はすごいあるかも。伸びはどうだろうな、やっぱクリームファンデだから伸びはやっぱり重めな感じではあります。だけど濡れたスポンジにつけてやるとすごいツヤっぽくなるので、とってもいいかもしれない。お肌に結構悩みを抱えてますっていう人は特にこういう割と重めなファンデーションだけどツヤがあるっていうのはとってもいいんじゃないでしょうか。こう何か写真を撮る機会があるとかそういう時は本当にいいんじゃないかなと思います。どう？半分満。はい、ということで次に行きますね。はい、では2つ目に行きます。2つ目はですね、こちらですね、シューウェムラのアンリミテッドラスティングフルイド574番です。さっきのスックに比べてちょっとサラッとした感じですね、こっちの方が。うん、かなりつき具合はかなりサラッとしてる。あとこれもね、ちょっとだけ明るいのよ。でもう1個暗いの持ってるんだけど、それだとちょっと暗いんですよね。なのでその間ぐらいがいいなと思ってるんですけど、この色味が574番ですね。でマット感もやっぱりあんまりない感じ。ただカバー力はとってもいい感じがします。重ね付けしてもそんなに重くならないっていうのがやっぱりこのツヤ系ファンデーションの特徴ですね。でスポンジもそうな、スポンジの付け方なんですけど、こう高温を塗っていくんじゃなくてちょっと上に上げるように軽くトン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 って、で肌に負担がないようにできるだけ軽いタッチでそうやってあげる。ただあんまりやりすぎると剥がれてしまう原因になってしまうので、ちゃんとそこは注意しながら塗っていきます。こんな感じです。いやでも触った感じもベタつきもしないし、マットな感じでもないんだけど、ツヤは自然なツヤが残りつつのサラッとした感じに仕上がると思います。これねもともとすごい好きだったから相変わらずいいかもしれない。スックと比べるとちょっとライトな感じですね。もうちょっと肌触りがライトな感じです。ただ仕上がりはものすごい違うかって言われると、すごいものすごい違う感じがはしないかもしれない。だから重めが好きか軽めが好きかっていうのもあるかなと思う、ファンデーションのそのクリーム具合がね。でも手とかに塗るとちょっとなんかマットっぽいというか、そんな感じなんですよね。まあツヤは残るけど結構しっかりめのファンデーションっていう感じがします。はいはい、では3つ目に行きます。3つ目はこれ皆さんもよくご存知かもしれません、こちらのシャネルのね新しいファンデーションですね。これはファンデーションなんですけど美容液が入ってるので、他のと比べるとリキッドファンデーションっていうよりももうちょっとなんかサラッとした感じ、かなりクリアな感じに感じると思います。でこれね、名前がタッチでティントウォーターフレッシュコンプレクションタッチ、いやなんだろう、フランス語と混ざってる、ウォーターフレッシュコンプレックス、これね B の20番を私は使ってます。で B の20番私本当に肌に本当にぴったりの色で、
もう明るくも暗くもない本当にもうジャストの色を買ったなって思います。これは実際に試すことができたのでね、一番これだっていうカラーを変えたんですけど、こちらがですね、出した瞬間もすっごい美容液っぽい感じのが一緒につるんと出てくるんですよね。それがすごい私は好きで、本当にライトな感じが好きな人はこれめちゃめちゃ好きだと思います。これも私すごい好きで、シャネルからこういうのが出るんだっていうのが結構私も嬉しかったっていうか、で香りもゼロなんです。そう、今まで紹介したスック、シュウエムラも香りほぼないですね。そう、そこもね、やっぱファンデーションって結構一日中しっかりついてるものになるので、本当にそれも私の中では大事だなって思うポイントでありますね。もうツヤ感で言うとこれかなりすごいと思います。ツヤと素肌感。そうなので、シミとかを全部消すってなるとやっぱさすがにちょっと難しいんですけど、割と軽く薄いシミとか、あとはどうしてもファンデーションが重いとシワっぽくなりやすい人とかにもいいかなと思います。うん、なんか自分の肌にはこれすごい合ってる気がしてて、あんまり重くなる質感が似合わないんですよ。っていうのもやっぱり年齢が上がってくればくるほどこういうツヤ感ってすっごい大事になってくるので、もうね、ツヤはナンバーワンかもっていうぐらいの感じですね。はい、だからまあ何を求めるかですよね。カバー力を求めるのか、そのツヤ感を求めるのか、まあ、あの欲を言うと両方欲しいんですけど、私はこの美容液が入ってるライトな仕上がりはとっても好きだなと思います。手に出した感じも時間が経っても結構密着してるというか、そう、密着してるんだけど重くないっていう感じですね。やっぱ手って顔よりもちょっとこうキメが粗いというか、だからそういうとこに乗せてもやっぱり密着してるっていうことは、肌に乗せた時にもっとやっぱりあのピタッとつく感じがするんだろうなっていうふうに思います。はい、じゃあ次に行きます。はい、次は4つ目いきます。これめちゃくちゃ人気でしたね。どのサイトを見てもこれが出てくるっていう状態になってて、かなりの部門で1位に選ばれてるんじゃないかなと思います。クリスチャンディオールですね、のフォーエバースキングローで、私が買ったのは 1.5N を買いました。これでも確かに良かったんですよね。なんだっけ、インスタライブで紹介した時にやっぱいつもと違う反応だったというか、なんか皆さんが言っていただいたのは、あれ、なんか愛さん今日なんか肌何使いましたみたいな感じですごい言ってもらえたファンデーションになります。これはだからもう画面越しでも分かるぐらいの分かりやすいカバー力とツヤ感っていう感じかもしれない。で、相変わらずこんな感じで出して、で、お肌につけていきたいと思います。香りはちょっとだけします。ただなんかお花の匂い、香りのような感じなので、そんなにね強くないです、全然。だから問題ない感じかなとは思います。もうね、本当に軽くて、一番最初に使ったクリームファンデ、あのスックのクリームファンデよりも軽い、シュウエムラよりもと同じぐらいの質感なのかな。ただやっぱりもう素肌のように密着するというか、もう全体的につるっとカバーしてくれる感じがすごいあるので、これもやっぱりいろいろ問題を抱えてる方、シミとか、まあ、シワもそうですね。シワもやっぱりツヤ感があるのとないのとだいぶ変わってくるので、シミシワ年齢がいった肌にとってもいいんじゃないかなと思います。いやでもほら、もうなんかここのツヤとかすごいもんね。やっぱこうなんていうの、この辺のくすみとかも結構ふわっと明るくなる感じがします。手につけた感じもすごい密着感があります。そうなので、あとツヤ感がちゃんと残ってるっていう感じがあります。だから年齢いけばいくほどね、やっぱりね、こういうベースにかけるお金っていうのはかかってくるなっていう風に思いますね。やっぱデパコスすごいわっていう感じです。はい、ディオールすごい好きかも。みんなが言うだけあるわっていう感じのディオールです。こんな感じですね。はい、次に行きます。はい、5個目ですねに行きます。昔よく使ってたんですけど、これやっぱり出てきますね。ツヤ系のファンデーションというとやっぱり RMK は強いんじゃないかなと思います。こちらです。クリーミーファンデーション EX201 番になります。
いつも私 RMK のペンブラッシュコンシーラーとか使ってると思うんですけど、やっぱり RMK ってすごいツヤに強いっていうかツヤ系のものとか素肌感のあるものってなるとすごいやっぱり強いなっていう風に思うんですけど、これも私結構お客様にもたくさん勧めたことがあります。でこのクリームファンデーションもそうなんですけど、本当にね、手に塗った感じもすごいツヤが残るぐらい結構しっかりツヤ系なんですよね。手に出した感じもやっぱり柔らかいっていうか、こうギュッて詰まる感じがないっていうのはすごい素晴らしいなと思いますね。なるほどね、この質感結構好きですねやっぱり前も使ってたんだけどやっぱり好き。うん、なんか夜になってもシワとかが目立たなそうな感じ。この辺とかさ、やっぱこの辺に結構がっつり年齢が出てくると思うんですけど、そこですごいわかるんですよね。やっぱりそのシワが出てきやすいファンデーションって、ちょ時間経って煮て笑ったりすると乾燥してなんかパリパリパリみたいな感じになっちゃったりもします。そうなので、そのパリパリパリってならないような質感、もうシワの間にまでしっかり入り込むっていうかな、糊とかこう塗って乾かすとパリパリって剥がれてくるじゃないですか。まあ大げさに言うとああいう感じにならないファンデーションを探すのが大事かなっていうふうに思いますね。なのでそれで言うとやっぱり RMK ってすごいそこに強い、すごいツヤ感が、とても好きなツヤ感が出ます。本当にナチュラルなツヤっぽい感じになってます。いいね。では次に行きます。 1,2,3,4,5,6 個目、6品目になります。こちらデコルテの全ウェアですね。これもすっごい上に上がってきたんですよ。もうなんか結構どこ見てもこれ出てくるなっていう感じのツヤ系のファンデーションなんですけど、これもちょっとやってみたいと思います。これね、出した感じすごいサラッとしてます。めちゃめちゃサラッとしてる。近いのはそうですね、シュウエムラに近いかもしれない。ちょっとね、一つ私匂いがあります。こちらそう、そこがちょっと気になる。私はねちょっと匂いが気になるの。超センシティブな私なので、このご意見お許しくださいって感じなんですけど、ちょっと化粧っぽい匂いとか香料が入ってるものが本当に苦手で、ただこれは伸びが良くてめちゃめちゃ良いです。そうなので、ちょっと買う方は香りが苦手だな私って思ってる方は一度確認されるといいかなっていうふうに思います。ただちょっとね、他のものと比べると若干マットっぽい感じもします。だからカバー力はめちゃめちゃあるし、伸びもとても良いです。マットではないツヤ系なんですけど、他のものに比べるとっていう感じですね。ただ塗ってる感じとしてはとってもいい感じの、いい感じですね。ちょっと思い切ってここにもやっぱりこれも塗ってみよう。目の下とかね、一番ね年齢が出るところなので、うん、でもこれもちゃんと入り込んでるっていうか、すごいシワがものすごい目立つ感じにはならないんですけど、やっぱファンデーションここまで塗るの好きじゃないわ私そもそもただカバー力はめちゃめちゃあります。だから私がちょっと皆さんにおすすめする上で懸念点なのは香りっていう感じかな。あと少しツヤっていうよりもちょっとマットっぽさがあるっていう感じですね。なので秋冬とかもしかしてそういうちょっとマットな気分になった時とかは、例えば目の周りを外してこの辺をそういうマットな感じで塗ってあげるとか、まあ、春夏でもそうですね。夏とか特に暑い時とかはあんまりツヤ系ファンデーションするとビカビカに見えてしまうっていう時は、こういう感じのツヤがちょっと抑えられたものを使ってあげてもいいかもしれないですね。はい、っていう感じです。はい、では最後の一つになりました。これはもうこれだけで YouTube を撮ったぐらい割とずっと愛用しているものなんですけれども、こちらですね、クレドポーの3万円のファンデーションって言ったら分かりやすいでしょうか。そうです、3万円のファンデーションです。で今回ネットで調べたところ出ては来なかったんですけど、私の使った中ではかなり最強ファンデーションなので、ちょっと皆様に見ていただきたいなと思いまして、やっぱりね3万円して本当にどうなんっていう感じもありつつ、疑惑の目を持ちながら私もこれを購入させていただいたんですけど、すごい良かったんですよ。で香りもなんか柔らかい香りで、クリームファンデーションなのでスックと、RMK と同じような形状の瓶に入ってる感じになります。で本当に年齢を感じる肌になった時に結構欠かせないかなっていう存在ではありました。で伸びが本当に良くて、
これ濡らしてないファンデーションでもすごいスッと伸びるんですよね。そう、ファンデーションって大体ね、そんなに3万円するものってないと思うんですけど、やっぱりその美容液が入ってるのかな、すごい塗り心地がとってもとっても柔らかくて、塗るのもサササって伸びるので簡単なんですよね。ね、カバー力すごいのにこんだけツヤもちゃんと出るっていうのは本当に素晴らしいんじゃないかなと思います。で、そう、塗る時間も結構少なくて良い感じですね。だからしっかりこうやってカバーしたいところとかを重ね付けも割とできる。だからこれではやっぱ一番かもしれないなんかこれ今回ネット上ではやっぱり最新のファンデーションが結構主に出てくるので、これが上位に上がってくるっていうことはなかったんですけれども、3万円のファンデーションはやっぱり最強だったっていう話かもしれないです。これはい、素晴らしいです。いろんなものをカバーできております。まず素肌を結構しっかりいい感じに保ってあげるっていうのはもう第一前提です。なんですけど、どうしてもカバーしたいところとか、どうしても年齢を感じてしまいやすい肌に何をつけるかっていうのはとても大事なのかなと思います。ちょっと結果発表いきますね。はい、では結果発表いきます。これは完全に独断と偏見の私が好きだなって思う質感なので、世の中の皆さんがおっしゃっていることとは全く違うかもしれません。ただ私が一番大事にしていること、まずは素肌感ですね。あとは素肌感といえばやっぱツヤ感もそうですね。あとは年齢を感じさせない肌にするっていうのもそうです。あと密着力とかもそうですね。だから落ちやすいとか落ちにくいとかは今回そんなに考えてません。よりもやっぱり年齢を感じさせない肌の中にツヤ感、素肌感などが含まれるっていう感じなので、それを主に考えております。なので7位から発表します。7位からっていうか、まあ、最下位って言わせていただきます。今回で言いますと、ちょっとね、私の肌には少し難しかったのかなっていうと、香りが気になったこのデコルテはちょっと香りが気になったので、今回7位にさせていただきました。あと今求めてるのはやっぱりあんまりマットにならない肌っていうのを求めてますのでかな。はい、で次第6位スックになります。これはでもカバー力とかを求めるととっても良いと思います。なので割としっかりめにつけたい、カバー力が欲しいっていう人はこれかなっていう感じはしますが、今回ちょっと自分の肌にが好きなものっていう感じで選んだ時に6位にさせていただきました。次、シュウエムラアンリミテッドです。これすごい良かったんですけど、他にねツヤ系のものでかなりいいものがたくさんありすぎたというか、普段からもずっと使ってるものではあります。大好きです。大好きなんですけど、今回5位にさせていただきました。ただ伸び感とかもすごいいいし、すごい豊富な色のがあるんですよね。なので自分にフィットした色を選びやすいっていうのはすごく大きいかなと思います。はい、で4位、どっちにしようかね、今ね一瞬迷い始めちゃったいやー、これ結構ツヤ感的にも結構同率な感じはするんだけど、最近の気分とかもいろいろ含めるとこっちが4位になります。 RMK のクリーミーファンデーションですね。これでもツヤも素晴らしいし、カバー力も結構素晴らしいし、とっても好きです。香りも全然ほとんどないっていう感じですね。なのでカバー力をお求めの方、ツヤ感をお求めの方はこれはとってもいいと思います。これはもうずっと私も愛用しております。はい、次3位、シャネルです。これ私がもうずっと気に入って使ってるから多分皆さんもご存知だと思うんですけど、美容液っぽいのが入ってるっていうのもすごい私の心キュンとつかまれるし、その塗った感じ、肌につけた感じ、手につけた感じまですごいツヤ感もある、とっても大好きな一品です。だから軽くメイクしたい時とか、この色も良いのかな、私 B の20番っていうのが多分バッチリ合うので、その色もすごい好きで長く愛用できそうだなっていう感じがします。絶対なくならないでほしい商品ですねこれ。はい、第2位こちらです。ディオール新入りさんですね。これやっぱり皆さんがいいって言ってるだけある、すごいサラッとした質感もすごいし、やっぱりなんかちゃんとツヤ感も出るし、しかもこの24ウェアラディアントファンデーションパーフェクションハイドレーション
コネがなんかいろいろ書いてあるんだけど、水サンスクリーンってすごいなんかいろんなものが全部ここに入っているっていう感じがします。だから落ちにくいんだろうなっていう感じです。でもやっぱりツヤっぽくなって落ちにくくてっていうのはすごいポイントが高いんじゃないかなと思います。クリスチャンディオールです。はい。でナンバーワンはもう皆さんお気づきかもしれませんが、やっぱりこれなのかな。すごいね。私結構何年も前にこれを紹介して、でいろんなファンデーション試してきてるんですけど、自分が好きだなって思うファンデーションって案外変わらないものだなと思います。クレネポーのザ・ファンデーションです。ザ・ファンデーションです。もう名前もひねりもいらないザ・ファンデーションです。やっぱね、値段とちょっと比例してるところは多少なりともあるんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりデパコスってね、どうしても値段がするものにはなるんですけど、ただこのファンデーションずっと持ってるんですよ。もうなんか安いもの買ってちょっと使って、あ、ダメだったって、あのすぐ使わなくなっちゃうものを何十個も買うよりも1個あれば結構長く持つっていう点で、私はデパコスなどブランドのあるものはすごい好きですね。はい、もちろんプチプラも使うんですけど、やっぱりこのデパコスならではの研究に研究を重ねたこの今の時代に合う、なんか最近のファンデーションが本当に香りが少なくなってきているのがすごい嬉しくて、全然悪い香りじゃないんだけど、デコルテがね若干やっぱり香りが気になったかなっていう感じだったので、こういう結果になりました。ちょっとランキング付けさせていただいておこがましく申し訳ないんですけれども、今回はこんな感じになります。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録と、もしよかったら今使ってるファンデーションだったりとか、このファンデーション結構そのおすすめですみたいなのがあればぜひ教えてほしいなと思います。大体私皆様に教えていただいたやつで調べて、あ、良さそうだなと思ったらほとんど買ってます。やっぱファンデーションはね、いいものをね、どんどん探していきたいなっていうふうに思っております。ということで本日もありがとうございました。